ええ、拠点の上で寝てんだけど。レイド起きてますね。行ってみようかな、邪魔しに。なんか別の場所でもレイド起き始めたぞ。梱包爆薬の音がした。今回自分も C4 3枚ほどクラフトして、今拠点に4枚あるんでレイド行こうかなと思ってるんですけど、レイドブーム来てるか。この辺で待機してて音鳴った方行こう。ちゃんとタレットとかも設置して抜いてそう。くっそ。え、なんで俺の銃弾当たってないの？相手残り体力 4.1 だったのに。で、判定的には俺の方が先に攻撃してんのに。ピンの差かよ。原人。うわ、人がめっちゃ集まってってるな。高いところから撃ちたいんだけどね。ちょっと行くのに時間かかるな。武器とか拾えそうだけどな。レイドベースを抜いてるって感じかな。カウンターレイドっぽい。とりあえず MP5 回収。修復しようとしてる。え、うまっ。一回持って帰ろうか。カスタム SMG が MP5 になったって感じだ。もうみんな解散しちゃったか。まあそこの拠点抜かれたんだ。銃声とかしなくなっちゃいましたね。修復されてんの。チーターか。まあそこの洞窟チーター拠点なんだ。もしかして自分が洞窟建築したのもチーターにやられたのかな。同じ人のバックパックばっかだ。じゃあ全員しばかれたってことか。早くバンされてくれねえかな。けどな、このセーフゾーン近辺で C4 レイドしたら絶対邪魔来るな。しかもさっきのチーターが。バカだろこの人。ありがとう、馬もいただけた。 AI の銃声が聞こえた気がする。アクティブか。いや、AI 死んでる。ペットワンパン。さっきの人だ。おお、やっぱアクティブだ。ボルワク？レイドできねえなこれ。さっき雪原で戦ってた時、あそこの拠点から人出てきたんだよな。だからこの辺でレイドしたとしても多分邪魔くるんだよね。で、洞窟側はチーターアクティブだからいけないとして、どこの拠点をレイドすればいい。まあ無理にする必要はないんですけど、なんか自分の拠点がねやられそうなんで、
使っておきたいっちゃ使っておきたいんだよな。この辺結構石湧いてるイメージだし、ウォータープラントも近いし、あの拠点とか抜いてもいいかも。できる。石取ってる。詰めたらやられるかな。どこ行った。速攻で引かれた。風化拠点とかも出始めてんのか。お、入ってんじゃん。ここタンス燃やしに来ようかな。まあでもセミライ弾入ってないっすね。ここも抜かれた。なるほど。なんかこの感じ走り回ってたらもっと風化拠点ありそうだけど、まあ、とりあえずさっきの工具棚燃やそうかなと思います。無事帰宅。やっと着いた。この工具棚っすね。では火矢打っていきましょう。ああ、でも寝袋2つに対してキーロックなんだ。もしかしたら何も入ってないかもな。やば、入ってね。壊れた。入ってる。おお、スクラップ304。スクラップはそんな欲してないから、16倍スコープ買って、常勤に変えようかな。だいぶ夜になってきました。スクラップが今324あるので、バンディットキャンプの自動販売機で16倍スコープ買いましょう。エアドロ落としたな。多分、拾いに行ったら取れそう。あ、でもそうか、この近辺アクティブ多いから、人集まってくるか。やっとドローン戻ってきた。分解しまして。しかも結構このエアドロ拠点に近いんだよな。自分の拠点で誰かサプライ投げたんじゃねえのっていうぐらい近いんだけど。え？拠点の目の前じゃん。今拠点の屋上にいるんですけど、この距離。抜かれちゃうじゃん、拠点。マジで笑えるぐらい近いな。もうほんと目の前なんですよね。拾えた。常勤ありがてえ。無事帰宅。なんか拠点抜かれそうな気がするんで、夜が明けたら強化しようかな。ちょっと拠点強化する前に梱包爆薬の音がしてるんで邪魔しに行こうかなと思います。まあでも6回ぐらいもう爆発音聞こえてるんで、そのうち終わるかも。音鳴らしてくれ。銃声してるね。めっちゃ戦ってる。やっぱレイドしたら邪魔来るよな。あそこだ。夜風日和じゃねえな、全然。何人で抜いてんの？めっちゃ撃ってくるんやけど。4人ぐらいで抜いてるな。わお。ダメっぽいな。引くか。え？ということで、拠点強化していきましょう。1回分を強化していきます。
一番外のガレージを外して付け替えると。一部2階も強化します。そして、ここを装甲板強化していきましょう。よし。ということで、今回 C4 でレイド行こうと思ってたんですが、結構ね、自分の拠点の周りに人がいたってことで行けなかったんで、またね、タイミングが合うとき行きたいなと思います。で、ロケットランチャーでもレイド行けるようになったんで、この拠点が抜かれる前に1回ぐらいね、ロケランでレイドも行きたいですね。